はい、ありがとうございます。先ほどまでは大学院卒業してから駐在で何されてたかみたいなところをお話しお伺いしたんですけど、ちょっとここからは今何してるかっていうところをお話しする前にもう一個 JICA で挟んでると思うんですけど、 JICA で何されてたのかっていうところをお話をお伺いしてもよろしいですか？ JICA では企画調査員というポジションで、はいはいはい、JICA 南スーダン事務所で3年2ヶ月ほど働いていました、うん、なるほど。実際 AR から JICA の企画調査員に移られると思うんですけど、ここってどういうきっかけで移られたんですか？当時まだケニアの各の難民キャンプにいてプロジェクトしてたんですけど、その時に同僚が JICA の企画調査員というポジションで南スーダンでこういうポジションがあるよって教えてくれて、もうちょっと紛争に寄った国に行って平和構築だったりっていうのをしたかったので、興味があるポジションがあるなっていうのを見つけて応募したっていう感じですね。なるほど。じゃあやっぱり駐在する良さっていうのは、そういった次の募集とかもまた聞きとかで聞こえてきて、自分にマッチしてるなと思ったらそこにアプローチできるっていうところも一つの良さですよね。そうですね。じゃあそういった経緯で元々ケニアとかザンビアにいた経験をもとに、はい、もっと紛争地域に寄り添うっていう形で南スーダンを受けられたって感じなんですね。そうですね。なるほど。実際企画調査員ってどういうことをやる部署なんですか？英語名でプロジェクトフォーミュレーションアドバイザーって言って、プロジェクトを作る人、あとプロジェクトを運営する人っていうところもあるんですけど、僕の場合は南スーダン事務所で特にスポーツを通じた平和促進プロジェクトっていうプロジェクトがあって。そうなんですね、はい、そこを担当してたっていうのと、その他にもガバナンス系平和構築系のプロジェクトっていうことで、税関能力強化プロジェクトっていうものを担当したりとか、選挙にかかるところとか和平合意とかの進捗具合を調べるような調査、そういったものの担当してましたね。いや、めちゃくちゃ多くしてますね。ありがとうございます。ちなみに JICA のプロジェクトってプロジェクトメンバーどれぐらいいらっしゃるんですか？プロジェクトにもよるんですけど、個別専門家案件っていうようなパターンだったら結構一人で現地に入られる方もいるんですよね、はい、逆に業務実施コンサルタントみたいなコンサルタント会社をプロジェクトに従事してもらうような形にすると、そのコンサル会社から3人だったりとか、チーフアドバイザーみたいな方から業務調整の方とか、3人から場合によっては5人ぐらいまで特別な専門的な知識を持っている教授だったりとかにも入ってもらうような時もありますね、はい、なるほど。じゃあプロジェクトを統括する専門家の人がいて、その下に業務調整とかそのプロジェクトの専門性に力を持っているような専門家が入っていくようなイメージなんですね。なるほど。実際複数のプロジェクト持たれてたと思うんですけど、そもそも南スーダンって人が住めるような環境なんですか？あ、そうですね。外務省の危険レベル的には、はい、首都のジュバがレベル3で、はい、首都以外の場所は全部レベル4で、はい、行っちゃいけない場所になってるんですけど、はい、首都のジュバに限って言えば基本的には安全ですね。そうなんですね、うん、じゃあもう全然周りも綺麗ですか、ジュバは？そうですね。あ、インフラも整ってるんですね。あ、インフラはあんまり整ってなくてですね。そうです。あの、水道とかも通ってないですし。首都ですよね。首都ですけどないんですよ。で、まあ、JICA で水供給プロジェクトって言って上水道の整備とかを今やってるんですけど、そういった支援があったりとか、電気も基本的に発電所とかもないので、はい、つい最近まで基本どこの家も発電機で自分の家のための電気を発電して使ってたって感じなんですけど、最近すごくでかい電力会社が入ってきてて、はい、そこもやってるのは大きい発電機で電気を発電して全体に行き渡らせるっていう感じで、はい、インフラは全然整ってないですね。そうなんですね、はい、ありがとうございます。ちなみに3年経ってこれには応募されたんですか？はい、JPO 試験っていうところに応募して無事受かりまして、はいはいはい、そうなんですね。じゃあ10年プランは達成した、はい、そうですね、10年プランは達成しましたね。もともとイメージ的には JICA で南スーダン行ってからすぐぐらいで国連に入れるのが10年プランだったんですけど、うんうん、でも南スーダンでの活動はすごく貴重で、日本としての南スーダンに対しての開発戦略を考えていく上でも面白い体験になりましたし、確かにそういった価値を感じながらやってたので、途中で辞めることもなく JPO 試験もその途中に受けてたんですけど、辞退したりしたんですよね、はい、二次試験でとかもしながら JICA の仕事をある程度しっかりマットしようと思って3年間ほどいて、それでやっと JPO に去年また応募して受かったっていう形になってますね。なるほど、ありがとうございます。まあ、僕とか全然国連職員どうやってなるのか分かんないんで、ちょっと具体的にお聞きしたいんですけど、はい、国連職員になるためには何が必要なのかと、どうやって入れるのかっていうところをお聞きしてみたいなと思ってて、はい、まず何が必要になるんですか？国際協力だったりとか、途上国で働いた経験だったりとかが特に必要で、国連職員って言ってもいろんな部局があっていろんなポジションの方がいるので、例えば医療関係のポジションだったら違った経験が必要ですね、うん、医療関係で働いてきたとかっていうのもあって、僕が目指していたような平和構築とかに関するポジションに関してはアフリカとか中東で現地での経験が2年以上3年以上っていうところはマストな部分で、それプラスで英語力っていうのがありますよね、うんうん、プラス修士課程とかを修了しているっていう専門性がある程度あるっていう部分とか、そういう要件があってやっと一般的に応募できるような状態、はい、応募できるような状態です。必須要件なんですね。そうですね、そこが必須要件で、はい、それでもなかなか受からないんですよね、うんうん、外から応募したらっていう状況もあったりして、日本政府とか他の政府もそうなんですけど、国
国連にある程度資金を提供してるけど、それに見合った十分な日本人職員とか、うん、その国の職員がいないような国は、うん、ジュニアプロフェッショナルオフィサーっていう JPO 制度っていうのも設けてて、はいはい、自分の国でまずは日本だったら日本で要件に見合うような人を選抜して、その人たちを国連に送るみたいなプログラムがあって、それに僕自身は応募しました。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ国連の職員になるためにはまず英語力必要ですねっていうところと、あと大学院の修士号が必要ですと。でそれプラスして途上国の駐在経験が何年か必要っていう形ですかね。そうですね、まあ、海外であればいいんですか。日本で働いていて外資系だったりとか、もしくは国連と一緒になって働くような政府のポジションだったりとか、うんうんうん、そういったところで働いた職務経験でも受かる可能性はありますね。なるほど、ありがとうございます。じゃあそういったところが必要になりますと、最低限ね、はい、でそれにプラスしてどうやって入るかというと、 JPO 制度みたいなのが日本の国の制度としてあって、はい、応募して機関的な職員みたいな感じになるんですかね。そうですね、基本的に2年間 JPO として国連で働く、でその間に自分で他の新しいポジションに応募して受からないといけないっていう、きっつ、はい、まあ、競争があるようなね制度ですよね、はい。なるほど、そうなんですね。でそこをクリアして JPO の制度を活用して国連に今後行かれるわけですよね、はい、次はどこに行かれるんですか。僕が配属される予定なのは、うんうんうん、国連事務局本部ニューヨークの、はいはいはい、かっこいいオペレーション支援局っていう局がありまして、はい、そこの局長室っていう、国連事務次官ってちょっと上の位の方の秘書室みたいな場所なんですよね。あ、そうなんですね、はい、そこで働く予定です。なるほど、実際10年プランみたいな形で、はい、まあ、自分が大学卒業してから国連職員になるっていうところを夢見て、まあ、今ゴールをたどり着いたと思うんですけど、今後こういうことをしていきたいみたいなところって金森さんの中であったりするんですか。僕としては10年プランのゴールという風な感じには思ってなくて、今からやっとスタートになるという感じなので、うんうんうん、特に僕自身が携わりたいのが、紛争が起こっている国の間で仲裁に入ったりとか交渉とかに参加したいと思ってるんですよね、うんうんうん、そういったところで貢献していきたいと思ってるので、まずは国連に入ることができたけど、まだまだ知らないことも多くて、まあ、ゆくゆくはちゃんと交渉の舞台に立てるような次の10年プランとして、なるほど、はい、持ってますね。ありがとうございます。実際じゃあ今後は国連職員として現地にも行ったりだとか、いろんな交渉事をやっていくとか、そういったところを携わりたいって感じですね。そうですね、うん、ありがとうございます。でちょっと最後にっていうところで3つお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、いろんな国に行かれたと思います。特に途上国とか行かれたと思うんですけど、その中で日本っていう国をどういうふうに見てるのかっていうところをお聞きしてもいいですか。はい、一般的に言って、うん、日本という国は経済大国って呼ばれてきてますけど、うんうん、最近は経済的にもちょっと縮小してきて、今後同じポジションではいられないなっていうのは当然あると思うんですけど、うん、中国とかインドとか他の国もすごく経済的に大きくなってきてますし、それでも技術的なレベルの高さっていうのはあると思いますし、はい、そういった技術的なことを生かして、うん、アフリカだったり中東だったり、これから盛り上がっていくような国に対して協力して現地にある課題を解決するような手助けをしていってほしいなっていうのは常に思ってますね、うん、確かにそうですよね。日本の技術で解消できる課題っていうところも実際アフリカにはあると思うんですけど、うん、そこ全然アプローチできてないですよね日本は。そうですね、もしかしたら中国の企業とか、はい、インドの企業とかが結構入ってるかもしれないですけど、うん、日本も劣らずね、スキルとかそういったところの専門性が強いんでね、ぜひ行ってほしいなって思いますけどね。そうですね、ちょっとじゃあ視点変えて、金森さんの考えてる国際協力って何ですか。僕自身結構国際協力っていう言葉も使ってますけど、あんまり好きじゃないんですよね国際協力っていう言葉が。その理由が何をしてるのかよくわからない、うん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 、国際協力って言われてもっていうのがあって、あんまり好んで使ってないんですけど、僕自身が考える国際協力っていうのは何かっていうと、社会的課題を現地の人と一緒になって解決するっていう部分が大きいなと思っていて、日本からアフリカへ知識をっていう、そういうのではなくて、地元の人と一緒に何か世界の課題を解決するっていう風な、そういうイメージを持ってますね、うん、まあやっぱり日本で考えてる途上国での課題って本当に上っ面だけしかなくて、実際現地に行った時に全然ギャップがあったりしますもんね。そうですね、だから現地の人たちと課題を見つけて、その課題に対して何かをするとか、そういうアプローチっていうところが金森さんの考えている国際協力って感じですかね。はい、そうですね、ありがとうございます。じゃあ一番最後なんですけど、はい、今後国連を目指したいという風に考えてる方多分いっぱいいると思うんで、その方にアドバイスするとしたら何ですかね、うん、僕もまだまだキャリアの途中なので、はい、偉そうなことも言えないかなと思うんですけど、一例として言えるのは、うんうん、僕自身はゴールを設定して何が必要かっていうのをマイルストーンみたいな項目を決めて、それを一つずつクリアしていくっていうやり方が僕自身に合ってたと思うんですよね、うんうん、だから一つの例として仮目標でもいいから目標を決めて、そこに向かって一つずつクリアしていく
くっていうのは一つのやり方としてありかなと思いますね、うんうん、そうですよね。確かに自分が今アクションしていることが将来的に何につながるのかっていうところは逆の考え方で、何々にしたいから今それをやるっていう考え方でどんどん行っていけば基本的にそのゴールに近づいていくアクションを取れるよっていう話ですもんね、うんうん、そうですね、うん、ありがとうございます、うん、じゃあちょっと今回は国際協力の中でも国連職員に今後なっていくという金森さんにお話をお伺いしました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本当に今日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。